レゾアートルールその1、子供の安眠の邪魔をしない。そりゃそうだよね。睡眠の邪魔をするのはもってのほか、自然な冷蔵をうまく利用して撮影するのが大切です。寝相アートルールその2、世界観をハッピーにする、まあ、基本的に内緒で撮ってるいたずら写真なので、将来見せた時に一緒にこう楽しんでもらえる。いつの日か子供がその作品を見てくれる日が来る。そんな幸せな未来を夢見て、とにかくハッピーな作品を心がけてください。そして大きくなったらさ、今度は逆に子供がお母さんの寝相アートを撮るってね。寝返りを打ったら諦めるっていうので、赤ちゃんの睡眠は何より最優先。寝返りを打たれたら潔く諦めることも肝心です。基本は家にあるものだけで作る。そうですね、はい、寝相アートだけにしか使えないようなものを買うってことはなかったです。さてここで問題です。小出さんが今回の作品の中でマイクに見立てて使用した小道具があります。それは一体何でしょうか。もうこれでしょう。それでは本日私 DJ 大吉 DJ DK が選ぶ BGM はこちら、革命戦士長州力です。さあそれでは皆さんへのシンキングタイムは、A 面の2曲目でお考えください。シンキングタイムスタート。はい、さっきのか、これ長州力さんの曲。いやこれシンキングに向いてないと思う。この後邪魔だな、なんか。ではここでヒントです。はい、でもキッチンにあるものです。キッチンにあるもの、我々も考えました。まず最初にキッチンで丸い持ち物と考えたらやっぱりしゃもじ思い浮かびました。ただ持つのは赤ん坊です。そう、スプーン。スッと出す。スッと出そう。もう2つ組み合わせるんですよ。まずマイクの先に似てるも卵です。おお、形がね。なんで卵とダイナマイトを組み合わせる。どこにあるんだよ。なあ、ダメだよ。家にあるもんだけなんだよ。それでは正解です。ちょうどいい長さのこう金物っぽいものがはい、そうかもしれない。あ、これスタンドもあんだ。正解は茶こしでした。ああ、それマイクスタンドごとね。嘘、これなんか中学生、高校生で学園祭ライブみたいな。すげえ。音符みたいな、みんなが知ってて目立つものを一個置くと、うん、急に演奏しているような雰囲気に見えちゃうんですよ。はいはい、決勝戦3組目は武田花丸大吉。こちらが勝って良かったなと思われるように胸を借りるつもりで、はい、頑張ります。当たって砕けろ。初出場にして初優勝はなるのか。ネタはニュース番組のカミラ GA を忠実に再現。どうも、久米博士だと聞いています。さあ続いてはプロ野球行ってみましょうかね。今日は福岡ドームに珍しくカビラが行っています。 J 絶対に負けられない戦いがここにあるんです。やってきました福岡ヤフードーム。まもなくここで我がソフトバンクホークス対パリーグを制しました日本ハムファイターズとの第25回戦が始まるんです。そういうの普通消化試合っていうんじゃないかな。久米さん、はい、ではここでゲーム差の方をおさらいしておきましょう。しましょうか。今ホークスと日本ハムとのゲーム差は 6.5 ゲームなんです。開いてるね。今日ホークスが勝つようなことがあるとその差はなんと 5.5 ゲームなんです。でしょうね、でしょうね。そら1ゲームですから、ね、もしももしもプロ野球が年間200試合あればと思うとたまりません。ありませんよ。もうありませんから、もう優勝決まってるんでね。久米さん、あ、はいはい。では実はですね、今日秋山監督なんですが奇襲に出ました。奇襲、はい、そのホークスのスターティングを紹介しましょう。はい、1番なんと本田、川崎、サバオです。4番になんと国母なんです。いや、昨日も国母ですよ。5番松永、はい、6番田村、は
いやだからそれも、ね、J? いやピッチャー以外全部昨日と一緒ですよ。そうなんです、一緒なんです。いやいらないんじゃないかな。いや今のくだりいらないでしょ。さあそれでは、はい、昨日行われました24回戦の試合の模様、うん、VTR でおさらいしておきましょう。おさらいしますか、ダルビッシュ杉内両エースで始まりましたこの試合、うん、動いたのは後半35分、後半8回の裏なんです。小久保打つのか打たないのか、打つんです。どうだ、入るんです。ではレインボー、レフトよ。さあ試合の方はレフトね、惜しくも8対1でホークス敗れました。惨敗ですよ。絶対に負けられない戦いがここにあるんです。運命の試合開始まであと6時間、まもなくキックオフ、プレイボール。普段からはそんな、あそうですね、あですね、みたいな感じではないんですよ。ただやっぱ僕、花丸さんはやっぱりすごいな思ってね。はい、思うでも。いや、それは普段楽屋でもそうですし、全然普通の一般の人と会っても、はい、結構そのままというか、なんか一般の人と会うてる時の方がテンション高いって言われてる。まあ、っていうかまあ、その、おじさん、ね。強いですよね。もう、おっちゃんにものすごいもう、はい、知らん間に懐入ってますよね。昔北海道に営業一緒に泊まりで行ったじゃないですか。行ったね。目満別。目満別です。はいはいはい。で、そこのね、スポンサーの方が、はいはいはい、ちょっとね、ご飯でも言うて、はいはい、まあちょっと料理屋さんみたいな宴会ね、ね、はいはい、ちょっと大広間のところで食べてて、はいはいはい、まあみんなね、スポンサーの社長言うてもね、はい、まあ悪いですけど言うても、素人のおじさんじゃおっちゃんやないですか、はいはいはい。だからこっちもまあ心を閉ざしませんか、最初はね。はいはい、で、僕ら心を閉ざしてご飯食べたりしてたんですけど、もう花丸さんそのおっちゃんの横にいてましたよね、とりあえず。まあそうね、確かに気がついたら、はい。もう左手に瓶ビール持って、どうすか一つ。ああいうのね、向こうからしてくれます。ああ、そうですか。ええ、で、どうですかなんか言って、バーって二人で盛り上がって、はいはいはい。20分ぐらいですよ、その会が始まって20分ぐらいで、うん。次の日、花丸さんは多分飛行機で東京帰らなあかんのに、あさってにしますみたいなこと言ってました、ね。はいはい、しました。その、はい、社長と。はい。ね。はい。で、次の日、一緒にゴルフ行く約束した。できました。大手20分のおっちゃんと、次の日に、はい。ゴルフ。はい。で、花丸さんが、いやー、何も用意してきてないですよねーって言ったら、はい、何言ってんの、買ってやるよって言って。次の日、なかなか、そんなもん買うてくれませんよ、女言うたって。そうですね。はい。だから、買いに来ました。シュッと、こう、だから、入っていくんでしょ？これはもうほんとね、でも育ちなんですよ。どういうことですか、育ち。よく例えるのは藤井文也さんが、はい。バンガ系、やっぱ女性のやっぱ気持ちがわかるというか、はい、女の人からやっぱわーっと人気あるじゃないですか。ありますね、はい。それはなぜかというと、あそこって、文也さんのご実家って美容院なんですよ。あ、はいはいはい。だから、まあその、久留米っていう田舎なんですけど、はいはい、美容院ってやっぱおしゃれなおばさま方が集まるから、はい、そこにランドセルを狩った藤井少年が帰ってくるわけです。はいはい、あら、文也君お帰りなさい。はいはい、あら、今日はどうなるの。で、やっぱ、おのずとやっぱその女性のおばさんの心をつかむ。なるほど、喜ぶようなことを。はい、はい。なるほど、はい、はい。で、どうすればお小遣いもらえるかとか、多分どっかにあると思う、潜在的に。あ、やっぱ子供の時はね、はいはい。片や私がですね、家が土建屋でございます。私が家帰るとさ、夕方から酒飲んでる親父がですね、もう集まってるんですよ。ああ。よう帰ってきたの。御曹司と。御曹司。ビール飲むか、早いか、上、みたいな。そうそうそう。そこで育ってるから、はいはい、自然とそのおっさんがどうすれば、みたいなとこ。はい、だから、どんだけ変な、はい、おっさんが来ても大丈夫です、ね。大丈夫です、私。はい。ね。だからやっぱりその辺は本当面白いね。全然育ってきた環境で。いや違うんですもん。うん。ほんでやっぱりね、おいくつでしょ ?42。2でしょ、はい、ね、うん、でも、意外とお子さんもでかいんでしょ、もうでかい。13歳。13歳。上の子がね。女の子。女。女の子。13歳と9歳。うわ、どうなんですか会話的に家とか。いやいや、もうあれよ。反抗期。聞こえてないみたいな。返事をしないみたいな。女の子だって、うん、ね、さっきも言ってましたけども、おっさんばっかりのとこで生まれてきて、はいはいはい。で、自分に娘ができて、はい、そう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 。そうなんよ。ね。どういうふうにですよ。僕もまあ今、まあ3歳ですけど、はいはい、はい。
これからだから大きなっていくじゃないですか。はいはいはい、絶対女の子ってあるじゃないですか。うん、その反抗期で、はいはいはい。父親が嫌いになるみたいな。うん、今ちょうどその。多分そうやと思う。